バロックザール賞久保田打楽器四重奏団の皆さん、久保田武史さん、相川ひとみさん、上原奈々恵さん、秋田隆則さんの4名の皆さんです。皆様前へお進みください。久保田打楽器四重奏団様、青山音楽記念館バロックザールにおいて開催された皆さんの公演は大変素晴らしく高い賞賛を得ました。非常に高度で練り上げられた圧巻のパフォーマンスと打楽器アンサンブルの可能性と魅力を伝えようとする熱意は大きな感動を呼び、信頼する仲間と繰り広げたステージは誠に顕彰にふさわしく、今後のさらなる活躍とグループ存続を願ってここにバロックザール賞を贈ります。令和4年3月5日、公益財団法人青山音楽財団理事長青山敦史、おめでとうございます。
まあ、僕2013年度にも受賞させていただいていましたので、年明けに何か連絡が来ればいいなというのはやはりエントリーしていたので思いながら、ただまあなかなかこうそわそわしながら待ってたんですけれども、それから、まあ、携帯電話の方に電話番号が登録していたので、その番号がこうなった時に、あ、これは来たかなというので、こう気持ちが上がったのは覚えています。コロナ禍ということもあって、どのくらいお客さんがいらしていただけるのか結構不安だったところもあったんですけれども、当日蓋を開けてみたらもう本当に満席のお客様に来ていただけて、そんな中でここで僕はまあ個人で演奏させていただいたことがあったので、この響きの中でまた演奏できるなっていうことをちょっと僕は感動しながら迎えたのを覚えています。演奏をさせてもらうのがこれで3回目になるんですけれども、もうこの青山音楽のこのホール自体のこうバルクザールの響きはとても印象的に覚えていたので、このホールの響きが活かせるプログラムが組みたいなっていうのはもう最初から思って、曲のプログラミングの時にですね思いました。打楽器アンサンブルっていうのは本当にまあ太鼓系のものから鍵盤系のもの、まあ、金属を使うものからすごいいろんな可能性があるので、その中でもこのホールで聴いてもらってお客さんにいろんな興味を持ってもらえるものっていうのはとても考えてプログラミングはしたつもりです。僕たち大学で一緒だったので、芸大時代にアンサンブル、まあ、僕が一応リーダーだということで組ませていただいてやってますけれども、もう卒業してからはそれぞれここで基本的には活動しながらで、演奏会をやりたいなとか、こういう時に演奏できるっていうチャンスがあった時に声かけさせてもらってやるんですけど、そういう時にこうパッと集まっても結構みんなその、まあ、学生時代の空気というか、それで集まってできるっていうのはいいなと思いながらやってますけど、普段は結構それぞれここですね、吹奏楽で活躍したりミュージカルで活躍したり劇場やったりという、僕はまあオーケストラもやりながらなんですけど、それでそれぞれの、まあ、打楽器をいろいろ世間に知ってもらえればなと思って活動しているのがアンサンブルになったら打楽器アンサンブルでやってるっていう形ですかね。やる気があってそういう、こう女性活動もしていてホールを自分で抑えてリサイタルをやるっていうことがなかなか結構ハードルが高いと思うので、そういうことをこうバックアップしてくれるっていう財団があるっていうのは若い人にとって大きな大きなチャンスだと思うので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。